まあ襟は汚れますよね。誰が着てもやっぱり洗わずに着続けていれば汗とか皮脂がついてだんだん黒ずんできてしまうのではないでしょうか。すっきり綺麗になってますね。今日ご紹介のアイテム、バーバリーです。古着です。ヴィンテージです。ショートブルゾンです。かっこいいですね。古着を求めになっていざ自分が着ようとした時に、まあ古着なんだからまあいろんなシミ汚れシワダメージあって当然だよねと思ってはいるんだけど、できれば綺麗な状態で着たいなって思いますよね。だから一度着る前洗いというようなことでご相談ご依頼くださる方がものすごく多いです。まあどれだけシミがあるのかっていうようなことをですね、本当に意識して色の段差を見つけるぞという目的意識を持ってお洋服を見てマーキングしていくと、まあたくさんありますよ。たくさんあります。いつ何がついたかなんてもう知る由もないですよ。いろんな方がもしかしたら着ているかもしれないし、いろんなメンテナンスをしているにもかかわらず取れないシミかもしれないし、全く洗っていないのかもしれないし、もうわかんないんですよね。シミ汚れ以外でちょっと気になったのは裏地のダブつきでございます。こうやって自然な感じで平置きした時にね、裏地がねはみ出して見えちゃうんですよ。ちょっとちらっとこう見える、バーバリーのチェック柄が見える、バーバリーバレするのは大いに結構だとは思うんですが、襟の裏そして袖の裏なんかに最初からちゃんと柄が入っているところがちらっと見えるのは OK だけど、裾からねちょっとはみ出してるっていうのはちょっとどうかなと思いますよね。襟は黒ずんではいるんですが黄ばんでいないなと思いました。これはラッキーですね。黄ばみが出てしまうとまたちょっと違う作業が必要になってくるんですが、これは黒ずみだけかなと思います。内タグの文字はかろうじて読めますがかなり薄くなってますね。素材はコットンとポリエステルの混紡になっていてほぼ半分ずつ入ってます。コットン 51% ポリエステル 49% です。お洗濯表示 P って書いてあるのがドライクリーニング、そして水洗いは NG となっております。次は袖です。袖にもね、意識してみるとわかる色の段差がありますね。濃いのも薄いのもありますね。大きさも違うし色も違いますね。だからいろんなシミがついてるんだと思いますよ。パッと見わかるような目立つものではないんですが、意識してみればわかる、そんなシミです。襟がねあれだけ黒ずんでるんですから、そりゃね袖だって黒ずんでいますよ。ただこっち柄があるから襟ほどは目立たないんですけど、同じように黒ずみ汚れがついてておりました。まあこれぐらいのね、今テープ貼ってるからなんかたくさんシミがあって汚れてるような感じがするけれど、実際にその売ってる状態を見るとそんなにね特別悪いコンディションではない古着だと思いますよ。ここ結構目立ちますね。先端部分って目立つんですよね。ボタンはもともと一つついておりませんでした。裏地も全部チェックさせていただいて、ちょっと裏地ダメージあるかなと思ったんですが、まあまあまあ全体的には非常にいい状態ですよ。シミ汚れきれいになればですね、まだまだ長いこと着ていただけると思います。仕上がりがこちらでございます。もう見違えるようにきれいになりました。もうこうなることを想定して手間をかけて作業させていただいたのでね、まあこうなって当然といえば当然なんですが、何か一つ例えば襟の黒ずみに効果的な作業だと思って全体処理をしたら全部一度にその他のシミも取れるんであれば、それはそれはラッキーですよ。でもそれで取れるシミもあるんですよ。それの丸洗いによって取れるシミもある、で取れないシミもある。じゃあ取れないシミは次はどうしようかみたいな感じで、じゃあ部分的にシミ抜きしてみようかでもいいし、また洗浄力を変えてね、もうちょっと洗浄力を上げてもう一回全体処理してみようかなんて感じで、ひたすらシミ汚れがゼロになるまで繰り返したのがこちらでございます。ヴィンテージはやっぱタグがねすごく大事だと思うんですよ。だからもともと薄くなってたところが消えちゃうんじゃないかっていうのをヒヤヒヤしたんですけど、消えてないです。ビフォーアフターほぼ変化なしで本当良かったなと思いますね。あとは裏地のチェック柄も全て保っております。薄くなったりムラになったりしていないので大丈夫でございます。襟はね本当にすっ
きり綺麗になりましたね。いわゆる汚れの首輪みたいな感じで黒い色の段差がついていたのがもうそれもゼロになっております。あと動画では分かんないんですけど、触った感じ非常にいいです。汚れがついているなというような触り心地ではなくなりましたね。すっきり綺麗になりました。そして袖の裏のこのチェック柄のところの黒ずみも本当にすっきり綺麗になっておりますので大丈夫でございます。定額制のクリーニング店さんが多いから、いくらっていうふうにねよく聞かれるんですけど、それいくらって答えられるってことはですよ、必ず決まった作業をするっていうことなんですよ。決まった作業をすれば決まった時間に出来上がるんですよ。だから定額制なんですよ。でもうちはそうじゃないんでね、変動制なんですよ。だからちょっと分かりにくくて大変申し訳ないなと思うんですが、とにかく結果シミ汚れをゼロにする。そしてこの裏地のダブつき見えなくなったでしょ。ダブついてはいるんですが、こんな風に普通に置いて見えないようにしました。だからハンガーにかけてももちろん着用してもね、裏から見えるなんてことはないですよ。肩を持ってちょっと振ってそのまますっと置いた状態でもうはみ出していないのでもう大丈夫だと思います。いろんなクリーニング店に出してるとそのお店お店で違いがあると思うんですが、あまりね定額制のチェーン店に差は感じないけれど、個人店ってものすごく差を感じると思うんですよね。違いますかね。特にねこのプレスの差もね大きいと思いますんで、その辺も意識して見ていただけると嬉しく思います。大変綺麗になりました。大成功でございます。今日の動画はここまでです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。